はい、こんにちは、JR 東海の高山本線杉原駅でございます。はい、駅前にですね、漫画王国っていうのの温泉がありましてですね、そちらに行ってきた次第でございます。車が通りましたね。あ、これこの看板、この飛騨漫画王国ってところですね。徒歩5分でしたけど、まあもうちょっとかかったかなって感じですね。坂の上にあるんで、オンリーってところですね。歓迎と書いてありますけど、これに行ってきた次第でございます。2時間ちょっとかなで行ってきましたね。もうちょい痛かったですけど、まあ他にも行きたい駅があるんで、まあよしとしましょう。杉原駅でございます。駅舎が建て替えられてないですね。まだ木造が健在です。で、駅前になんか鮎釣りの券を売ってる売店とかもあって、まあ時間潰すにはもってこいですね。はい、待合室です。さっきいただき赤がすごかったんだけど、そうでもないな。よいしょ。はい、ここは、猪谷の一個南でございますね。よいしょ、ちょっと疲れたな。まあ電車が少ないんで来づらいですけど、さっきの、その漫画王国ってとこはなんと宿泊もできるんですね。思って、飛騨漫画王国結構バタバタ、看板が貼ってあったんですけど、そこまで人が、多くないっていうか多くなかったので、すごい快適でしたね。もっと知ってもらってもいいような素敵な施設でしたね。そこまで温泉は広くないかったんですけどね。で、便所、さっき見たら水洗ではなかったです。じゃあ、行ってきました。はい、よかったです。はい、あ、これお泊まりしてもらっていいでいいんやよ。そうですね、見てきたら結構ね、料理もね、ご飯の料理もいいしね。あ、そうなの。本日でお泊まりすればいいな。そうしてもらって、ちょっと犬種の息も古いで取ったりね。あ、はい、うん、それで、ちょっと金も来るで。それで買ったらね、取ったから2回買ったら、2回買ったら、はい、まだ食べてた。はい、そう、それ買った、買ったよかったです、うん、ありがとうございます。また食べてな。はい、ありがとうございます。また来ます。気をつけて帰ってね。ありがとうございます。今日どこか泊まるの。今日は、それは分かります。ちょっと待って、ありがとうございます。なんと、昼間あったおばちゃんに再会しました。いや、すごいですね、奇跡ですね。よいしょよいしょ、電車が来ちゃいましたけど、杉原駅です。岐阜県日田市、さっき言った通り隣が猪谷、こっち猪谷ですね。お、電車が来ちゃった。まあまたここはゆっくりまた来ようと思います。駅巡りするのに、泊まるのにもね、1万円もかからないんですよね。1泊2食付きで、すごいですね。客がこれ高山方面です。それでは、JR 東海杉原駅でした。